花町へのハローワールド。イエーイ。皆さんこんにちは、花町へです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、私花町へがこれまでに演奏で訪れてきた国を紹介する、花町へのハローワールド、今日はですね、9カ国目アルゼンチンのお話をしていきたいと思います。はい、前回のチリの流れで、チリの後にアルゼンチンに行ったんですけれども、アルゼンチンは、ブエノスアイレスですね、首都のブエノスアイレスに、行きました。アルゼンチン経済産業大学というところでですね、演奏と、そしてワークショップとやらせていただいたんですけれども、印象的だったのが、日系の方がすごく多くてですね、3世とかになるのかな、多くて、そういった方たちが、和太鼓を、自分たちでコミュニティを作ってやられていて、私たちはその時向井戸大太鼓さんという、太鼓グループの皆さんと、コラボレーションをさせていただいたりしました。皆様その、おじい様おばあ様から日本の話を、聞いていて、日本に対してのいろんな思いを持たれていて、憧れだったりとか、あるんですけど、まあね、やはり距離も遠いですし、なかなかね、行く機会がないということで、すごく興味を持って、私たちの三味線とか尺八とかに、対してね、すごく関心を寄せてくださいました。本当に行くたびに、海外に行くたびに思うんですけれども、やはりね、和楽器、日本の楽器は当然日本が本場なので、本場の楽器をやる人間として恥じない姿勢で臨まなきゃいけないなっていつも、身が引き締まってですね、おります。はい、演奏以外でだとお食事ですね、牛肉がすごく多くて、アルゼンチンの人って特に牛肉をすごく食べる方たちらしくて、年間に1人55キロ消費するそうです。ちなみに日本人の、牛肉の消費量7キロということなので、もうね、一目瞭然だと思うんですけど、いろんな種類のお肉をいただいて、旅ならではのね、そういった味覚の、体験も、貴重な体験させていただきました。そして、またね、今回もいろんなところに、空き時間に連れて行っていただいたんですけど、タンゴ発祥の地ボカ地区というところで連れて行っていただいたりとかして、サッカー好きな方はこのスタジアムを見るためにこのボカに行く人もいるぐらい、有名なボカスタジアムというところにも連れて行っていただきました。マラドーナの絵がね、書いてあったりとかして本当にサッカーファンにはたまらない場所だそうですただ本当に治安が良くないそうで、私たちが行ったこの時も前の日になんかね、拳銃乱射事件があったっていうもうそういうことが日常茶飯事らしいんですけど、本当にそういった安全に気を配りながら、楽しめる範囲で、楽しんでいくこともこの演奏旅行の醍醐味の一つになっております。はい、ということでアルゼンチンお届けいたしました。はい、で日系の方が多いということで、沖縄の方たちがね、多くいらっしゃったので、そういった、リクエストもいただいていたので、ブームの島唄という曲を向こうでもすごく人気があるということで、この時はね、尺八とピアノとパーカッション、そして津軽三味線という、編成で演奏してまいりました。本当に皆さん喜んでくださって、嬉しかったんですけど、そんな島唄をですね、今日は演奏してみたいと思います。それではどうぞ。
ありがとうございました。島唄お届けいたしました。はい、いかがでしたでしょうか。本邦初公開、三線を弾かせていただきました。誰に習ってるわけでもないので、本当に独学だし、多分ね、あの指掛けとか三味線で使うやつ、本当はつけないはずなんですけど、本当に自己流で、やってみました。はい。ということで、あの温かい目で見て聞いていただけていたら嬉しいです。ということで、今日もご覧いただきましてありがとうございました。またですね、皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。そしてよろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では、また次の動画で元気にお会いしましょう。ありがとうございました。